タマーシュパールは、ハンガリーの指揮者。ハンガリー南東部のジュラの生まれ。1965年に、リスト・フェレンツ音楽専門学校で作曲と指揮法で学位を取得して卒業。在学中の1960年から、ハンガリー国立歌劇場の練習ピアニストとして働いており、ヤーノシュ・フェレンチクや、ランベルト・ガルデルリ等の境外に接した。1964年には、 同歌劇場で、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトの、高級からの誘拐を指揮して、デビューを果たし、同歌劇場の指揮者人の一人として1975年まで在籍した。1975年から1983年まで、セゲド国立歌劇場の音楽監督を務め、1986年まで、セゲド公共楽団やセゲド楽友合唱団等の指揮者も兼任した。 1986年から1989年まで、ブダペスト芸術週間のディレクターを務める。1989年から1990年まで、セゲド公共楽団に主席指揮者として再任され、1996年から1999年まで、セゲド国立歌劇場の音楽監督を再び務めた。2001年から2006年まで、 ソンバトヘイ公共楽団の芸術監督を務める。音楽教師としては、1999年から2008年まで、母校のリストフェレンツ音楽大学で教鞭を取り、2008年に、セゲド大学の音楽学部に転属。ピエルタマス。2019年11月20日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年11月20日閲覧。タマーシュパールディスコグソフット。 タマス・ピー・リットル・コンダクター。2019年11月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年11月20日閲覧。ありがとうございます。